これはランサーエボリューションの、VI なんです。これはランサーエボリューションはランサーをベースとして作り上げられたスポーツモデル。スポーツモデルでエボ VI でも競技用車両のベースとして用意される。RS と行動輸送を前提とした GS-1 の2タイプが用意される。トレッド最大によって広げられたブリーは 1770m の3ナンバーワイドボディで、搭載されるエンジンは2リッターターボ 4G63 型で280馬力を発生する。で、起動方式はセンターデフ&プラスディスカップリングのフルタイム 4WD で、サスペンションはフロンタが直立タイプのストラット、リアがマルチリンク方式、ミッションは 5NT 延べで、RS は3速から5速をクロスレシオとファイナルレシオの2種類を用意する。で、GSR はブレンボ製ブレーキ、アクティブ用コントロールシステム、レカルシートなども標準設備となるが、RS は、機能的基本設備以外はほとんど、まあ、設備されていないんですね。で、新デザインのバンパーを設備し、エンジン補強類や足回りにも改良が施され、ブルー補強の内装を採用。なお、2000年1月よりターンマック向けの性能を強化されたトミーマネキンエディションが特別照射として追加されていた、車なんですね。で、これが、259万8000円から324万8000円でございます。まあ、限定車ですからね、まあ、そこそこやっぱり値段はしてたかなと思うんですが、今はもっと高くなってますね、この車ね。今もっと高くなっちゃって、まあアメリカではほら、ワイルドスピードのね、映画とかの人気も影響して、日本車がすごい人気が出てきちゃって、で、もうフランス、イタリア、アメリカ、イギリス、ロシアとか、いろんな国々でね、この車は人気が出てきちゃってるので、今、どん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 高くなってるんですね、値段がね。だからもうこの車が今ほとんどもうあんまり見かけなくなってしまったかもしれないですね。だからこういうのをね、若い者たちが乗りたいなと思うんですが、もう乗れなくなってきてるのかなと、乗れたとしても高い金払わないと乗れないなっていう感じの、ね、車になっているので、まあそういったところがね、市場にも厳しくなってしまいました。で、後ろもね、こういう風になっていて、なかなかこのライボのかっこよさっていうのが全面的に打ち出されてて、まあ結構いいなという感じのね、車です。どうもありがとうございます。